い、今日はキノコの白だし炊き込みご飯を作ります。こちらお米4合、千枚しておきます。はい、こちらしめじは軸を切ります。はい、そしてほぐしておきます。えのきはだいたい1センチぐらいに切っていきます。はい、油揚げはお好みの大きさに切っていきます。白だし 160ml 入れて、お水は4の目盛りのとこまで入れます。そして先ほど切った材料を全部入れます。はい、これで普通炊飯で炊いていきます。